三菱不走バス製造株式会社は三菱不走トラックバス参加のバス生産会社である。同社製のバス生産を一手に担当する。略称は MFBM で本社は富山県富山市府中町道場にある。また、キャンターなどトラック用バンボギの箱も製造していたが、トラック事業部が2006年3月で廃止11月で終了されたため、今はバス専業となった。 本社の源流は東洋宝石にクレハ宝石を合併系列のクレハ航空機である。太平洋戦争中、クレハ宝石と山工場が原料不足で戦闘機機体製造に転換し、陸軍機106山岸8や菊佐、その他基地偽装用のお取り機等の生産に携わる。戦後、機体製造技術を活かしてモノコックバスボディの製造に活路を見出し、1950年に クレハ自動車工業として分離独立した。当初は国内各メーカーのシャーシを問わずに車体を仮装し、主に北陸地方のバス事業者に卸ろしていたが、1956年に当時の三菱重工業の子会社、三菱自動車工業と提携関係を結んで、以降、同社の指定バス車体メーカーとなる。1986年に三菱自動車の資本が導入され、 系列化に入ったことからシンクレハ自動車工業に解消、ついで1993年に東洋宝石が資本を引き上げ、三菱自動車の完全公会社となったことを機に、三菱自動車バス製造に解消されている。2003年の三菱不装トラックバスの分社に合わせて、同年10月に社名を現社名に変更した。三菱のバスはながら、 三菱自動車工業名古屋製作所大江工場か、クレハ自動車が車体を仮装したものを純正としていたが、この両社のバスのスタイルは、1990年代の前半まではかなりの違いがあり、クレハ製のボディは車体全体に丸みを帯び、ヘッドランプベゼルやバンパー、リア部の処理などに差があったから数年間は、大型バスは名古屋製作所製と同一デザインだった。 全般的に見た印象では、大江工場製は高速バスや観光バスを得意とし、クリハは路線バスを得意とする傾向が見られる。1996年以降、大江工場では路線バス車体製造を中止し、また、1998年には観光バスの車体製造も中止した。その後マイクロバスのローザのみ、大江工場で生産されてきたが、2010年6月以降は、 三菱不走バス製造に集約化された。2007年から三菱不走トラックバスとド・トラックスがバス製造事業における業務提携を開始したことに伴い、同社へワンステップ、自家用ツーステップ大型路線バス、観光バスが供給されるようになった一方でノンステップ大型路線バス、中型路線バスの製造が中止されることになったが、 その後2011年10月頃に提携を解消した。また、提携時、ワンステップバスツーステップバス及び大型観光バスは、日産ディーゼルに OEM 供給されていた。ABCDE 三菱不走バス製造株式、会社第35期決算広告三菱重工、名古屋航空機製作所生産の一部が富山に、工場疎開した際、 フレハコ空気に対し航空機生産指導をしている大江工場閉鎖と正社員2300人削減へ三菱不装トラックバス J、キャストニュース。その後、両社は小型トラックの部門で最低傾し、2014年から三菱不装、キャンターをドカゼットとして OEM 供給をしている。発売当初はニューエアロスターの故障が用いられていた。ありがとうございます。